今回はフルーパスのパサガニユータにちょっと手伝ってもらって、はい、兵庫のその抜け出しのタイミングだったり自分でこういうトラップだったり、はい、そのフルーパス受け側のちょっとハウツを教えてもらいたいので、はい、はい、お願いします。お願いします。まずボールの出し手のパサーの人とディフェンスの状況にもよるんですけど、受けた時にまず足元で受ければファーストタッチでもシュートもできるんで、トラップで気をつけてることもあるの？ファーストタッチはなるべくもう自分が打てるところに、あ、ここはもう一瞬なんで、あ、でもファーストタッチで抜け出してシュート。もう一つの中にもこうあるパソンなんで、ボールをディフェンスが上から自分でスペースを作って、ディフェンスがボールを見てる間に一瞬で動き出して、なるほどね、あともう、どっちなの？合わせるでも自分から引き込む感じ。多分この引き込むっていうのが多分ものすごい大事だよね。フォワード。俺も練習でやっててさ、すごい思うけど、こう自分からこっち出してみたいな。自分がアクションしないパスは出てこない。自分で引き出すっていうのがすごい大事だと思うので、また競技とそのいろいろスピード感とかねあると思うので、個人差がだから、そのでもその呼び込んで自分から引き出すっていうのは自分がツーパス受ける上でもすごく大事だと思うので、まあでもこの動きの質っていうのは参考にしてもらえたら、あの競技の動きの質っていうのはあれすごくあの参考になると思うので、ぜひ参考にしてください。ありがとうございます。